神聖ローマ皇帝一覧では、中世から近代に、ヨーロッパに存在した神聖ローマ帝国の統治者を、時代順に列挙している。歴史学においては神聖ローマ皇帝の系譜は、カール大帝から始めるのが通例ではあるが、ローマ帝国期のローマ皇帝、すなわち、カール大帝からベレンガーリオ一世までの皇帝の一覧については、フランクローマ皇帝の項目に譲る。 ザクセン朝からベルフェン朝までの経図この一覧では、便宜のため、新生ローマ皇帝に限らず、皇帝退官前のドイツ王も含んでいる。また、本質的には、次期皇帝候補であった、共同皇帝や王、および皇帝選出権者である、有力諸皇が分裂したことによって生じた、対立王も含めた。さらに摂生となった皇帝なども放棄した。在位年。 帝国の統治者としての在位念。高等学校の教科書やコンパクトな人命辞典などで皇帝の在位念として掲載しているものである。名前、後ろに家紋名が付記されている場合もある。王位、ドイツ王に即位した年、在位中に後継者を王に選出、即位させることもあり、その場合は形式的には王が並存することになる。定位。 神聖ローマ皇帝として退官した年、夫一世は在位中に後継者の夫を二世に退官をさせて共同皇帝としたので在位期間が重複する。フランケン朝はフランケンの大公コンラディン家のコンラート一世が東フランク王国の有力諸侯に押されてドイツ王になったことに始まるが内外での争いが収まらず一代限りで終わった。 コンラディン朝とも呼ばれる。ザクセンアサは、ザクセン大公、リュードルフィング家のハインリヒが、宿敵のコンラート一世の使命と諸公の選出により、ドイツ王に即位することにより開いた王朝。皇帝となった二代目の中から、オットー朝とも呼ばれる。ザーリアアサは、フランケンのザーリア家出身のコンラートが、ザクセンアサの断絶後に国王に選出されたことにより、開いた王朝。 前述のコンラディン朝と同様にフランケン朝とも呼ばれる。このザクセン朝は、オットー朝とは無関係で、国王に選出されたロタールフォン・ズップリンブルクがザクセン大公であったことに由来する。彼の仮名は記録上、ズップリンブルク家、ズップリンゲンブルク家、ズップリンゲン家の三種がある。ホーしたシュタウヘン朝は、シュバーベン大公を世襲してきたシュタウヘン家の王朝である。 ベルフェン朝は、シュタウフェン家と対抗した、ベルフ家の王朝である。大空位時代は、その名とは違い空位ではなかった。この時期は、国王選挙の度に異なるカモンの国王が、選出されていた。以下は、体幹をした皇帝の一覧である。ただし、マクシミリアン一世以降、ローマ教皇による体幹を行わないまま、皇帝の称号を使用するようになった。この場合は、 下記の一覧でアークと吹きした。ありがとうございます。